第143回ワイズキャンプ、本日も始まりました。ワイズキャンプです。よろしくお願いします。お願いしま す, お願いします。本日ファシリテーターを務めさせていただきます、クリエイティブ本部グロス事業部の宮田です。はい、同じくグロス事業部の中野です。はい、同じくグロス事業部木本です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。今日は、日中新卒がガチで聞くどうやってやるのワイズの SEO 対策ということで、私宮田がワイズの SEO 担当のお二人にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。それでは早速なんですけれども、そもそも SEO って何ですか、ぶっちゃけ。はい、SEO 対策とはですね、サーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジンの最適化っていうところです。例えば Google などの検索エンジンの中で、まあ、より上位にサイトページを表示させるための対策になります。自然検索で、まあ、よりたくさんの方に見てもらうためには上位表示が必要っていうところになるので、まあ、そのためのたくさん対策を行うっていうところになります。なるほど、ありがとうございます。杉田さんか、私も知りたいですってコメントいただいてるので、ちょっとところどころ質問を私も交えていきたいなって思うんですけど じゃあ上位に表示されたらたくさんの人に実際見られるんですか？あ、そうですね、検索ボリュームによってというところもありますので、必ずしもっていうわけじゃないんですけど、上位にいることでクリック率は上がります。はい、なるほど。さて、その、はい、上位ページのクリック率、今言葉出てきたんですけど、そのクリック率にも基準ってあるんですか？はい、そうなんです。一応基準というものがありまして、検索結果の1位に表示されると、28.5%、 2位に表示されると 15.7%、 そして同じ1ページ目でも 2.5% までガクッと下がるっていうところになってます。なので、まあ、例えばですけど、月に1000回検索されて表示されたとしても、まあ、1位だったら基準として見ると300回クリックされるけど、10位だと20回しかクリックされないっていうことになります。なので、より上位に表示させなければいけない。そのための対策が SEO 対策っていうところになりますね。ありがとうございます。1ページ目にあれば結構見られるのかなって正直思ったんですけど、今こう具体的な数字が出てきて、1位と2位で 10% 以上も差があったので、すごい驚きを感じてるんですけど知らなかったことがたくさん。そう、1ページ目に1ページ目に表示させるっていうこと自体も最初は結構大変なんですけど、ただ10位とかだと 2.5% まで下がってしまうので、できるだけ1位を狙ってっていうところで日々頑張ってるっていう感じですね。はい、なるほど、ありがとうございます。で、一般的に SEO 対策ってなんかどのようなことを行ってるのか、中野さんにお伺いしてもいいですか？あ、はい、SEO 対策は基本的に、記事を書く前と書いてる途中と、書いた後の運用っていうところの3段階で、行っていて、で、まずその記事を書く前の段階としては、獲得したいキーワードを選定するっていうところから入ります。で、まあ、サイトや商品との親和性があるかとか、検索ボリュームは基準値以上あるかとか、そういうところを、考えながらというか、キーワードを選定して、そのキーワードを元に記事を書いていくんですけど、その記事執筆の中でも狂気語とか検索結果に表示される関連キーワードを確認したりとかして、それをどれだけ見出しにこう分かりやすく言えるかとか、目次に含ませて執筆するかとか、そういうところもいろいろ考えながらやっていきます。大変ですよね、気持ちさん、これそうですね、キーワード選定だけでもこうしっかり行っていかないと、ちょっとサイトの方向性とずれてしまったりとか、うまくリードにつなげられないっていうことも起こってくるので、ここのキーワード選定も非常に重要かなっていうところで頑張ってます。はい、はいはい、キーワード選定めっちゃ重要ですよねコメントめっちゃ重要ですね一緒に選んでいただいたりしてますよねはい、まあ、とにかくユーザーの検索意図を考えることが重要
かなと、記事執筆の中でも、キーワード選定の中でも重要かなというところです。で、記事公開した後も、公開後2週間とか1ヶ月とかのタイミングで、適宜数字やキーワードの確認を行うんですけど、まあ、ここで専用のツールを使って、どんなキーワードで獲得、まあ、この記事が獲得されているのかとか、それがその狙ったキーワードで獲得できてない場合は、どこに原因があるのかとか、そういうところを分析して、リライトを重ねていくっていうような形で、主な流れです。はい、ありがとうございます。結構工程が多くて、なんか一個書くのに、こんなにやってるんだみたいな形で思われた方も多いんじゃないのかなっていうのは正直感じました。はい。はい。では、なんか次に実際にこう、ワイブの中で特に SEO を回してるサイトとか、ワイブで実際にしていることをちょっとお伺いしたいと思うんですけど、木本さんにお伺いしても大丈夫ですか？はい。はい。そうですね。まず、一つ目が、ご存知の方も多いと思うんですけど、ワイズクラウドですね。ワイズクラウドでの、SEO 対策の一連の流れとしては、まあ、大きく分けると、5つのステップに分けられるかなと思っていて、まず一つ目がキーワード選定ですね。さっき中野さんも言ってたように、商材ごとにどんなキーワードが必要なのかとか、まあ、本当にこのキーワードでいいのかなっていうところをもう一度再度確認し合ったりとか、あとは、ワイズクラウドの競合となるサイトは、実際にどんなもうすでにキーワードを獲得していて、そしてワイズクラウドで獲得できていないものは、どのキーワードなのかだったりを、確認した上で選定していくっていうところになります。そして、前提として絶対に忘れてはいけないのが、はい。見せたいと、ワイズクラウドサイト。はい、共有しますか。ぜひぜひお願いします。はい。お願いします。はい、キーワード選定でやっぱり大事になるのが、企業だったり、店舗さんが、まあ、今悩んでいることは何なのかっていうところ、ここを絶対に忘れてはいけないポイントとして、日々、キーワード選定をしているっていう形になりますね。はい。なるほど。そして、中野さんが、そう、出てきました。はい。ワイズクラウドの、そうですね、ここのコラムですね。企業のインスタグラムとか、SNS とか、いろいろありますけど、業務効率化とか、いろんな記事を書いてるっていう形ですね。記事数もすごい多いですもんね。はい、そうですね、はい。これ全部で何百記事とかありますよ。そんなにね、もう、たくさんたくさん集中して書いてますね。そして、はい、キーワード選定の後に行うステップが、骨子の作成と、まあ、その確認っていうところになります。各ライターが、まあ、まず執筆を行う前に、記事の骨組みを作るっていうところになるんです。ここの骨子に対して、どういう見出しで、中見出し、小見出し、どういうところで設定していくのかっていう具体的なところまで立ててもらうっていうところになっています。はい。はい、ありがとうございます。今、ちょっと骨子っていう言葉が出てきたんですけど、なんか馴染みがない方も多くいらっしゃるのかなと思いまして、実際記事の骨子作成で気をつけていることって何ですかね、木本さん。はい、そうですね。骨子作成だったり、まあ、骨子のチェックをすることも結構あるんですけど、まあ、そもそもどうしてこのキーワードなのかっていうところだったりとか、ユーザーの検索インテント、なんでこの、ユーザーはなんでこのキーワードを検索しているのかっていうところを想像して仮説を立てたりとか、まあ、実際の中身ですね、見出しは、なんでこの順番で展開するのかっていうところに考えたりとか、ワイズクラウドとしての記事のオリジナリティはあるのかっていうところをしっかりと意識してやってます。そして、まあ、ユーザーが欲しい情報は、本当はこれなんじゃないかなっていうところを、一緒に考えていくっていうところ、突き詰めていくっていうところが重要かなって思います。黒田さんが勉強になります。そうですね。ありがとうございます。腰でかなりこう気をつけてはならないことがもうたくさんあって、こんなにやられてるんだなっていうのは正直思います。そうなんです。実際の執筆に至るまでの工程も意外と、しっかりとやってるって感じになりますね。そして、3つ目のステップが実際の記事の執筆ですね。ライターが作成した腰にとって、
執筆をしていくっていうところになります。でここはやっぱりさっき中野さんもおっしゃってたかもしれませんが、テキスト文章だけではなくて、あの表のグラフだったりとか、あとは視覚的な要素を加えて、極力読み手ユーザーさんの負担にならないような、あの読みやすい記事にするっていうところを工夫しています。で最近ですね、あのライターの中でも、まあ、フォトショップを使ってオリジナル画像を作れるようなメンバー実は出てきているので、まあ、そういったあのオリジナリティ入れたりとか、あのユーザーのなんていうんですかね、利便性が上がるような記事をあの出してっていうところで頑張ってます。オリジナル画像ってすごいですね。一気にこうなんかオリジナリティが上がるというかそうなんですよね。あのフリー素材だけじゃなくて、きちんとあの、うん、なるでフォトショップ使ってやってくれてますね。そうですね。そうなんです。なんかやっぱりテキストだけじゃなくて、あーごめんなさいなんか中野さんどうぞお願いします。テキストだけじゃなくて、なんかこういうような表とか、さっき言ったような画像とかがあるだけで見やすくなりますもんね。なんか他の記事とか見ててもそうですけど、そうですね。やっぱりテキスト文章だけだと、こうもうずーっと読むだけなんで、うん、特にあの長い記事、ボリュームの大きい記事だと、ユーザーさんも疲れてしまって、読むの文字ばっかりだと離脱してしまうっていうこともあり得るので、まあ、そういうところで視覚的だったりとか、見やすく、読みやすくっていうところを意識するといいかなと思います。はい。はい、で執筆が終わった後ですね、4つ目のステップが記事チェックになります。これは出来上がった記事に対して、チェックをしていくわけなんですが、専門のツールを使って、文章の校閲だったりとか、とコピーコンテンツに引っかからないような確認だったりとか、最後は最終的に責任者による目見での文章チェックを行っているっていう形になります。なるほど。木本さんにちょっとお伺いしたいんですけど、文章のチェックをする上で、はい、なんかぶっちゃけどんなところをチェックしているのかなって思います。そうですね。まあ、基本的なところで言うと、もちろん、まあ、誤字脱字はあの確認しますけれども、あのライターによって結構何人かライターいますけれども、このライターによっての文章の癖っていうのが結構それぞれみんな違くてですね。あの3人いたら3社3用って感じで、あのそれぞれ全然いるんですよ。なのでそこをちょっといかに綺麗に統一できるかっていうところを意識しています。あとまあいいところもあればちょっと直さなきゃいけないなっていうところもあるので、まあ、記事のレギュレーションを作ったりして、あの統一を図っているっていうところになってますね。そうですね。なんかこう私も木本さんにいろいろ SEO のところで教えていただいて、で記事も自分書いた記事を木本さんに見ていただいたんですけど、こう下書きが真っ赤になるぐらい検索していただきました。そうですよね。なんか私も全然あの添削してもらうと真っ赤になることも全然ありました。で自分としてめちゃくちゃ超対策みたいな感じで、あの自信を持って出してるんですけど、やっぱり第三者から見るとあのチェックポイントが全然たくさんあって、うん、自分の癖だったりが分かるように になったっていう経験があるので、まあ、今ライターもそれぞれみんな真っ赤になって帰ってきてるっていうところがあると思うんですけど、ちょっとへこまずにこれからもやってってほしいなと思ってます。はいはい、そう。頑張ります。そして、最後ですね。最後のステップになるのが、流し込みと公開です。はい。で、SEO 対策で、まあ、重要とされているものの一つが、あの、モバイルファーストインデックスっていうところで、うん、Google が公開してるあの内容なんですけど、まあ、簡単に言うと、スマホの画面に合わせて、ページを最適化しようっていうところですね。で、通常記事においては、流し込みを管理画面で行いますけれども、最終的には、スマホの画面で読みやすい内容にするっていうところを意識しています。開業を細かくしたか、表グラフだったりとかが、スマホでも、問題なく切れずに表示されてるかっていうところも、しっかりと確認した上で、流し込みして公開をするっていうところになってます。なんかコメントで。はい。
Google アップデートで記事やサイトの順位も大きく変わると聞いたことがありますって来てますあ、はい、ありがとうございます。そうですね、日々 Google の、アップデートでこう時期によってアップデートされることもあるので、まあ、そのアップデートが起こると記事の順位だったりサイト自体もこう大きく影響を受けて順位がガタッと下がってしまったりとか、まあ、逆に上がることもあるんですけど、そういったところもちょっと日々注意していかなきゃいけないなっていうところで意識しています。なるほど。今ちょっとスマホのお話も上がってたと思うんですけど、まあ、確かに今スマホでいろいろ見る人多いよなっていうところもありますし、私自身も記事を見るってなった時に電車の中でのちょっとした空き時間にこうちらって見るとかっていうのが多いなって思ったので、こういったスマホからの流入ってやっぱ多くなってますよね。そうですね。なのでスマホで見た時になんか表示崩れが起こってしまってたりとか、まあ、テキストがもう本当にだらだら長く続いてるとこうユーザーさんもちょっと読むのが苦痛になってきてしまうので、まあ、そこを気をつけていかに離脱させないかっていうところも意識していかなきゃいけないポイントかなっていうふうに考えています。はい。でここまでが5つのステップっていうところになりますね。で公開後の、公開後に関してはしっかりと PDCA を回していくっていうところが非常に重要になってきます。具体的には、Search Console だったり、Google Analytics を使って、記事単体のキーワードだったりとか、流入状況を確認して、まあ、例えば3ヶ月前の比較だったりとか、直近1ヶ月前の比較でどういう変化が起こっているかっていうところを意識して行っている、分析をしていくっていうところが重要になります。なるほど。エンジニアですが、すごい勉強になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね。結構、いろいろな方勉強になってるのかなと思うんですけど、今、時期によっても、なんかキーワードの変化があるみたいなことだったんですけど、大きく変化あるんですか？そうですね。特に、まあ、ワイズクラウドなんかで言うと、企業向けだったり、店舗さん向けの記事をたくさん配信してるんですが、今で言うと、やっぱり去年から続いている新型コロナウイルスによって、まあ、状況がいろんな、日々状況が変わっているっていう中なので、まあ、そうした状況に、対応できるように、まあ、トレンドのキーワードだったりとかも含めて、こうしたツールで分析を行って、店舗さんだったり、企業のためになる、情報に、日々更新をしていくっていうのが重要かなっていうふうに思いますね。なるほど。確かにワイズクラウドって本当に商材多いなって入社1ヶ月ですけど感じてますね。はい、私もそこになんか関わらせていただいているの で今回のところはちょっと活用できたらなっていうのは今お話聞いててすごく感じました。はい、はい、ありがとうございます。はい、他にはどのようなサイトがありますかね。はい、私が以前っていうか書いている回転ポータルっていうサイトがありまして、回転ポータルも基本的にその SEO 対策っていう観点ではワイズクラウドと同じ動きをしているんですけれども、回転ポータルは基本的に店舗様向けの飲食店とか美容店様とか店舗様向けのトレンド情報とかを公開したりとかしています。ちょっと画面共有させていただきますね。はい、例えばこれですね。まあ、最近あったトレンドだと東京オリンピック中止になるかもしれないみたいな、まあ、キーワードで、中止になった場合は飲食店とか理美容店さんとかどういう対策をしていったらいいですよみたいな記事なんですけど、これが、はい、トレンド記事として結構見られましたよね。今日これ見られましたね。でもこれそうなんです。実は4月に流動で来てくれた新しいライターさんが書いてくれた記事なんですよね。そうですね。しっかりとこの記事については、はい、正確に行って記事の、まあ、赤字もたくさん入りましたけれども頑張ってやった結果トレンドに乗ってくれてるっていう形になりますね。今そのトレンド記事っていう言葉出てきたんですけど、実際なんかどこまで見たらトレンドになるのか、どれくらい見られてるのかっていうのは、そうですね、通常のまあ通常のキーワードというか いつも見られるようなキーワードが
で撮った記事が、1ヶ月で1000人が見たとしたら、トレンドの場合は3日でもうなんか1万とか。これとかだって結構そんな感じですよね。 2万とか1万とか見られましたよね、これ。木本さん。そうですね。この東京オリンピックの記事も公開から本当に1日2日でバーンと跳ねてくれましたね、はい、そして面白いのがアナリティクスを実際にこの数値の変化を見るとリアルタイムであの数字が動いてってどん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 増えていくみたいなことが起こりますよね。中野さんも体験してると思うんですけど、そうですね、普段見ないところもね、トレンド記事の面白いところ、そうなんですよね。こういうところもトレンドの面白いところかなと思います。はい。で、トレンド記事とかはもう2日3日とかでその話題がこう収束してしまうと、それとともに見られなくなってしまうので、新しい情報があれば更新したりとかっていうのも対策として必要です。なるほど。公開した後もこういうどんどん SEO 対策としてやっていくので、なんか常に業務を行っていくみたいなところはあるんですかね。はい、ありがとうございます。今回お二人に SEO 対策について伺ってきたんですけど、私自身はディレクターではありますが、まあ、記事執筆っていうライターさんのような業務も少しずつ関わらせていただいているので、まあ、今回学ばせていただいたことを元になんかバズった記事だったりとかを書けるようにちょっと今後頑張っていきたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、こんな形でワイズのクリエイティブ事業、クリエイティブ本部の、ライティング、SEO 対策、このような形で行っていますけれども、まあ、今回のお話を聞いて、ライティングだったり、SEO 対策にもし興味を持たれたっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、クリエイティブの方にお問い合わせいただければいいなっていうふうに思いますので、お待ちしております。ちなみに中野さんは、あれですよね、ライティング始めて1年ちょっと、くらいでしたっけ。そうですね、1年半くらい、はい、1年半くらいですね、1年半くらいで、そうですよね、去年の1月ぐらいで、そう、もうバズ記事をたくさん出してくれるようなライターになってくれていますもんね。なのでもう未経験で始められたっていうことだったんですけど、中野さんも、私も実は未経験で入ってるので、宮田さんもこれから新卒として入って、まあ、ディレクターではありますけれども、ライターのところでどん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 活躍できるようになっていっていただけたらいいなというふうに思います。なので、まあ、今、見ていただいている方も、未経験の方でも、しっかりと活躍できるような、フィールドがあるかなと思うので、ぜひ興味がある方は、ご連絡いただければいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。はい、本日はありがとうございました。皆さんもコメントをちょくちょくいただいてて、ちょっと拾いきれなかったところもあるんですけども、はい、ありがとうございました。明日のワイズキャンプなんですけども、若い人もこれで大丈夫、保険と合わせて考えたい私のライフプランで、お送りします。本日はこちらで、終了とさせていただきます。明日のワイズキャンプもぜひ見てください。バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ワイズでは企業のデジタル化を支援しています。ワイズキャンプの出演者、スポンサーも募集中。希望の方は説明欄をご覧ください。